野葡萄は、葡萄科の葡萄属に属する鶴聖落葉低木。ヤブに多く見られ、都市でも、空地などに見られる。地方名で、犬葡萄、カラス葡萄とも言う。葉は、葡萄や、山葡萄に似ることもあるが、別属であり、特に果実は、葉と交互につくなど葡萄類とは異なる。果実は、熟すと光沢のある青色や紫色などに色づく、または白色をするが食味はまずい。 白い実は本来の実であり、青色や紫色の自負波ウが寄生している、寄生花である。日本全国の他東アジア一帯に分布し、アメリカにも帰化している。主に果実を干渉する目的で、園芸植物として栽培されることがある。漢方で、ノブドウ属の植物をヘビブドウ、ヘビブドウネとして利用するが、日本のノブドウが薬効を持つかは不詳。また、 果実の焼酎漬けや乾燥させた葉も飲用、販売され、肝臓病や白血病の特効薬と信じる人もいる。ノブドウ属はブドウカの属の一つ。アジアアメリカに20種ほどある。ウィキスピーシーズにはノブドウ属に関する情報があります。ウィキメディアコモンズにはノブドウ属に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。